北九州市の旦過市場で去年4月に発生した大規模火災について、消防は出火原因を不明と発表しました。旦過市場とその周辺は去年2度にわたって大規模火災に見舞われ、このうち4月19日の火災ではおよそ1900平方メートル、42店舗が焼けました。北九州市消防局は出火原因について放火、タバコ、電気系統のトラブルなどの可能性があるとみて調査を続けてきましたが、いずれも特定に至らず不明と結論付け、今日発表しました。理由として防犯カメラの映像から放火を疑わせるようなことは確認されず、また何らかの電気コードにショートした跡が確認されたものの、出火の原因となったか特定できなかったなどと説明しています。消防と警察は引き続き去年8月の2度目の火災についても出火原因を調べています。